はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、大好きなあのお店のお土産ラーメンをゲットしてきました。今回はですね、こちらのメニューでございます。っていうのも、ラーメン二郎の横浜館内店さんから汁なしの持ち帰りメニューを購入させていただきましたので、今日はね、これを作っていこうと思います。今回のね、メニューの内容なんですけれども、まずは麺がね、約 2,3 人前ぐらい、豚がね、丸々1本、これはね、液体油と醤油のタレ返しですね、こちらが1セットになっております。今回ね、このセットを2セット購入させていただきましたので、これはね、めちゃめちゃ楽しんでいきたいと思います。まずはじめに、一番時間のかかるこの豚の湯煎ですね、これを最初にしていきたいと思います。よいしょ、でかすぎて入らん。加熱と、そしたら続いてね、こちらの液体油を湯煎して温めようと思うんですけれども、で、これとね、プラス自家製のね、味付け油を作りましたので、これもね、一緒に湯煎していこうと思います。味付け油のレシピは結構簡単で、背脂をね、1、2時間ぐらい煮てから、ホイッパーとかで崩して、醤油と酒と、砂糖プラス化学調味料を、加えて味を整えております。で、今回もね、麺を茹でる前に軽くトッピングを準備したいと思いますので、今回準備したのがこちらのね、ニンニクとネギでございます。そしたらまずはネギを半分だけ包丁を入れて、よし、こんなもんかな、ネギは。ほんのりとお醤油を、砂糖と花椒を入れていきますと。これでトッピングの辛ネギの完成と。はい、じゃあ全てね、トッピングの準備が基本的には終わりましたんで、あとは寸胴にお湯を沸かして麺を茹でていきたいと思います。 OK、 うまっ。よいしょっと。そしたら早速火を、お湯が沸くまでね、しばらく時間がかかりますので、沸くまで待機したいと思います。今日も待機してる間にこちらをいただきたいと思います。よっ、今お湯がね、沸けましたんで、もやしをね、茹でていきたいと思います。そしたらもやしはもう OK かな。よいしょ、こしょう、どこしょう、こらしょう。そしたら早速麺の方を茹でていきたいと思います。今回の麺はね、こんな感じ、館内二郎さんの自家製麺ですね。で、茹で時間がね、だいたい4分半から6分ぐらいってことなんで、今回もまた最短の4分半で仕上げていきたいと思います。で、4分半スタートと。こちらもね、鍋底にくっつかないようにしっかりとね、回してあげてください。麺を茹でてる間に、こちらのチャーシューもね、開けていきたいと思います。あー、うまそう。熱いけど、うまそう。よくしょ。今回は2セット買ったんで、贅沢に豚がね、2本でございます。ちょっと豚を切ってって、見えるかな、豚はこんな感じ。つまみ食いで。うまっ。うん。今回はね、また、すり鉢を動かしていきたいと思います。ここにと、足りるかな、時間。油と、あと、返しと。よっ。後ほどね、返しとか足らなければ、後掛けしていきたいと思います。はい。OK。で、こちらね、麺に投入していきます。こちらをね、すり鉢に投入していきます。で、油と返しをね、しっかりと混ぜ合わせてあげてください。いいや。で、周りにこの豚を、よいよっと。ちょっと残った豚は、で、自家製のこの油をね、上にドドンと。気持ちいい。
かな。ほい、こちらにね、上から黒胡椒少々。よいしょ。よっ、はい、ってことで、いよ、これじゃ重い。特製のね、汁なしができましたんで、早速こちらを食べていこうと思います。はい、ということで、今かんないさんの汁なしが完成いたしました。ちょっとね、やっぱこっちまで持ってくるまでにだいぶ時間かかったので、早速ね、食べていきたいと思います。いただきます。豚を食べていかないと麺にたどり着けない。うん、やっぱ豚うまっ。豚はね、こんな感じ見えるかな。綺麗なね、柔らかい豚肉でございます。うん、ちょっと早速麺を、いや、いや、うまそう。うん、いくらでも食べられるわ。麺もうまっ。さすがにちょっとあの返しとか油をね、控えめすぎたかもしれないから、後で追加しようと思います。このね、麺がとにかくうまい、ね、もっちりとしてるんだけど、しっかりとね、コシもあって、甘みと香りがめっちゃ強い。うん、うまっ。あー、お店でも食べたくなってきちゃったな。味玉を、うん、うまい。ちょっと卵を割ろうかな。ほいほい、うん、野菜と卵と麺をまとめて、お返しを少々かけてと。うまい。そろそろ辛ネギも、黒胡椒も追加で。黒胡椒うめえ。うん、そろそろニンニクで。やった、うまい。もうそろそろ出番かと思いますんで、飲んでいきたいと思います。
よし、そしたら今日もこちらの生卵ね、使っていきたいと思います。見えるかな、こんな感じでございます。うまそう。最高にうまい。はい、卵の方は完食でございます。いや今日さすがにね、家鶏なのに豚2本とかね、欲張りすぎたんでだいぶねお腹いっぱいになってきました。まあ家なんで無理せずにチャーシューだけはねちょっと取っていこうと思います。え、食いてえけど食えなくなっちゃうからな。こちらはね、今日の夜のあてに取っておきたいと思います。ちょっとこちらで一旦さっぱりさせていただきたいと思います。うまい。はい、ってことで最後の足玉でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで今ねラーメン二郎横浜関内店さんの汁なし食べ終わりました。やっぱりねこの営業自粛してからなかなか食べに行けてなくてモヤモヤしてたんですけど、すごく満足しました。またねこの持ち帰りの販売なんですけれども、不定期で行ってまして、販売を開催する際はツイッターの方からね販売報告がございますので、ラーメン二郎横浜関内店さんのツイッターの方を確認してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。